が進む。すると日本の主力産業である輸出企業の業績が改善して経済が活発になることを期待しています。また日銀から金融機関に供給された資金が企業や個人に行き渡れば経済のどちらの循環が生まれて物価が上がっていく。さらに日銀が 2% という目標を掲げたことでこれからも物価が上がると人々が思うようになれば値段が上がる前に商品を買ってしまおうという人たちも出てくる。すると物が売れてまた物価が上がっていく。このような道筋を描いています。何もこもこやったんやと。ここで懸念も指摘されています。日銀がいくらお金を供給しても企業や個人がそれをこう使おうとしない限り銀行に資金が滞るだけで物価は上がりません。また円安が行き過ぎれば原材料や燃料など輸入品の物価が上がり人々の暮らしや企業の収益を圧迫する恐れも出てくることになります。物価上昇率 2% という目標専門家はどう見ているでしょうか。 2% と掲げるとですね、そうすると例えば